信仰と人間、大川隆法。仕事がはかどらない時には、仕事がなかなか思うように進まなくて苦しんでいる人もあるだろう。自分の頭の悪さを嘆いたり、自分を怠け者だと責めたり、天候のせいや家庭問題のせいにする人もいるだろう。すべてを間違っているというつもりはない。能力の低い人はたくさんいるし、怠けている人も山のようにいる。雨が降れば憂鬱だし、暑ければバテてしまう。悪妻もいれば、ろくでもない夫もいる。手のかかる子供や、問題ばかり起こして、親を謝らせてばかりいる子もいる。まことにその通りだろう。しかも一日24時間の矢のごとく過ぎてゆく速さよ。考えるべきは目標や計画があるか。一日に何時間使えて、その間に何をするかだ。不要なものを片付け、やり遂げるべきことを絞り込め。天正輪廻の不思議。私の書籍をたくさん読んだ人は、天正輪廻のことばかりが気にかかる人もいる。確かに偉人たちの天正に思いを馳せると、心はこの世から遊離して、霊界の不思議に浸ることもできる。そしてあなたの魂も、光の天使かもしれず、かつては大宇宙で活躍していたかもしれないと思う。だが待て、99.9% の人々は、天正輪廻の思想が事実だとしても、日本史の教科書にも、世界史の教科書にも登場しないのだ。夢は夢として、大事なことは今回の人生だ。力を尽くして日々を生ききれ。偉人は毎日毎日の積み重ねから生まれるのであって、遺伝子が決定するのでもなく、生まれる前に 100% の運命決定論があるわけでもないのだ。あなたの生きる姿と業績を見て、周りの人々が結果として決めてくれるのだ。悲しみを突き抜ける伝道。正しいことをしているはずなのに、熱心に仏法真理を広めているはずなのに、不遇になる人がいる。事故や病気で亡くなったり、経済的に苦しくなったり、家庭不和が起きたり、恋人や友人との別れが来たりすることもある。ワークライフバランス、仕事と生活との調和を崩したという見方もあるだろう。宗教なんかに関わるからだと冷ややかに批判する人もあるだろう。しかし、長い人生を考えると、願いを手に入れるばかりの人生もなく、持っているものをすべて失ってばかりの人生もない。人はいつも何かを得て何かを失い、何かを失っては必ず何かを得ている。両手に持ちきれないほどの財宝を抱きしめたまま、人生航路は渡っていけないのだ。商法が解かれるとき、魔が競い立つという言葉もある。私は経験的にこれが真理であることを知っている。だが、魔は乗り越えられて悟りを開くためにも存在するのだ。悲しみを突き抜けて伝道せよ。これが
エルカンターレの願いである。仏の心、人として生まれて、人ならぬ境地に達する。良き牛は他の牛と同じ餌を食べ、同じ川の水を飲んで、栄養価の高い乳を出す。何か特別な才能があったわけではない。何か格別の努力があったわけではない。ただ、黙々と牧草をはみ、群れの中で生きてゆく知恵を考え抜いたのだ。来る日も来る日も、自己の向上と他の牛たちの幸福とをひたすら考え続けたのだ。心には平和があって、天からは光が望んでいる。嵐の日には、群れを守るために横殴りの雨風を受け止めた。狼に狙われた夜には力の限り突進を繰り返したこともあった。今子牛たちがうららかな春の日差しの中で幸福な未来を夢見て戯れている。今にして思う。いつも志は未来への夢の中にあったのだ。愛と追憶の中で、どうしてこれほどまでに愛にこだわったのだろう。若き日に多くの人々に愛されたわけではない。むしろ愛を求めても求めても満たされぬ思いでいっぱいだった。自分が認められたくて認められたくて、空に向かって両手を伸ばしても両足はズブズブと沼の中に沈んでいく感じさえあった。自分の天命を受け止めるのに6年近い歳月がかかった。頭の中だけは高速回転しているのに、悟りへの道の歩みは亀のごとくのろかった。修行の森に分け入ってからも、すべてが御利益のように与えられたわけではない。協力者が現れるのには時間がかかった。心の絆を強く結んで共に北極星を目指していた道の友とも別れなければならない時が何度あったことか。今すべてが光の川の中を流れ去っていく。何も執着はするまい。赤い小さなバラの花束を小川の岸辺から流す。ささやかな追憶の涙は決して誰にも見られないようにしよう。勇気と自信。万の単位の人々の前で四粛しても動じない私が一番上がって緊張したのは、1986年の第1回の発足記念座談会だった。90人にも満たない聴衆に向かってありったけのことを2時間以上話し続けた。後に教理の母はその映像を、緊張しすぎている目がかわいそうでとても見続けられないと述懐した。私自身も正直に言えば、見ることも聞き返すこともできない素人の悲しさと、プロの講演家として立つことの難しさが身にしみた。それでも何十万円かの活動資本金ができて、1987年以降法輪が展示始めた。雪の日の3月8日牛込公会堂、400人ほどの聴衆の前で幸福の原理を
説いたのが、正式のプロフェッショナル宣言と教団の基本教学の始まりとなった。最初から原稿もメモもなかった。自分が本当にブッダであるならば、心の底から悟りの言葉が出てくると信じていた。大雪なので誰も来ないのではという不安を乗り越えて、勇気と自信が全身に満ちてきた。この第一回講演会の成功が教団づくりの自信となった。それから30年近い歳月が流れて、2000数百回の説法をした。すべてはやってのける力を信じることから始まった。新しき光を浴びる達人の域に達しなければ、楽々と仕事をやってのけているようには見えないだろう。しかし最初から達人というものがこの世に存在するのではない。白鳥が水面下で激しく水をかいていても、遠くから見る人にはすいすいと池を泳いでいるようにしか見えないのだ。同じようにコツコツと毎日畑を耕している人にとっては、いつかしら一区画が青々とした野菜畑に変じているのを見る日が来るだろう。けれども大切なことは、そこで仕事の目標を達したと思わないことだ。人生は長い。思っているよりずっと長いのだ。5年に1回、10年に1回は自分の人生を振り返れ。そして新しい畑とその次の畑のために何の種をまき、いかなる作物を育てるかを考えよ。そしてまた新しき光を浴びながら汗を流して畑を耕して行くのだ。国際人としての目覚め。人間の大きさとは、その人の世界観の大きさでもある。小さな世界の中だけで生きていると、どうしてもわからないこともある。つまり、認識の限界が、その人の愛の限界ともなるのだ。人間にとって一番寂しいことは、人から関心を持たれなくなることだ。愛し愛された者にとって一番悲しいことは、完全に忘れ去られることだ。しかし心に刻んでおいてほしい。この地球上にはあなたに関心を持たれることなく生きている人々が数限りなくいるということを。だから国際人として目覚めるということが、あなたの知らない人々を愛する始まりとなるのだ。語学はそのための大きな武器となる。英語は特に地球時代の共通語と言ってよい。一つの単語を覚えることが一人の人を救うことにつながると思おう。文法を学ぶことが救いの命綱を垂らすことだと考えよう。国際人としての目覚めこそ新時代の悟りでもあるのだ。宇宙への架け橋、一体どうしたことだろう。教団の歴史が始まって20年近く経ったある日、宇宙が私の方に向かって近づいてくるのを感じた。さまざまな銀河系が地球に向かって
集まってくる感じがするのだ。宇宙科学によれば、星々は130数億年前のビッグバン以来、膨張し、遠くへと飛び去っているという。なのに、目には見えない存在が、地球で説かれる仏法真理が、どのように広がっていくか、新しい文明が、先進宇宙人類のものに追いつくかを、じっと見続けているように思われるのだ。どうやら私たちは地球の歴史の中で過去の七大文明を超えて新文明が建設される黎明の時代に生きているらしい。果たして宇宙人まで導く天命が私に与えられているかどうかは知らない。ただ私たち地球人も宇宙の一員だと考えることから、宇宙への架け橋の建設が始まることだけは間違いのない真実だ。物事の本質を見よ。自然科学だけが世界を説明できると思い、物質界にのみ動物や人間、植物が生きているという人生観しか持てなかった人間は、心が狭く、かつ愚かであると言ってよい。遥かなる過去から魂の修行をしてきた人間と、その人間たちを指導してきた神の心が、ここ千年、2000年の自然科学の発達で説明しきれると思うか。魂の目を通して見なければ、世界の本質など到底わかりはしないのだ。個人主義や底の浅い人権思想のみが横行し、人類に共通する愛の心や普遍的な慈悲の心が見えなくなったなら、人類は生涯のみを学び、大河を忘れ去ったということだ。自分を投げ出し、世の人々を救おうとする慈悲の心を忘れ去ったなら、ソクラテスの死も、イエス・キリストの死も、吉田松陰の死も、理解できない世も末の人々が繁殖しているとしか言えない。釈迦が何のために王子の位を捨てたか、坂本龍馬が何のために暗殺されたのか、それすら想像できない人は動物的人生を生きていると言える。物事の本質を見ずして、生涯に迷っているのだ。信仰と人間。信仰という言葉が随分と軽くなった。神なき者は愛を知らずという愛なき人間が世の中にはびこるのは神を知る方法を忘れ果てたからである。現代の科学では到底神を知ることはできない。心清くあれ。何時は神を見るであろう。隣人を愛せよ。その時、神はあなたのそば近くにいる。結局、信ずることによってしか神を知ることはできないのだ。それを嘲笑うあなたは、天より地に落ちた一粒の雨だれにしか過ぎない。信仰こそが人間を本物にする。邪悪なるものと戦い、真なる平和を世に持ちきたらすもの。それが信仰である。真理に生きるものよ。弱くあってはいけない。信仰を見下し、信仰を汚し、
信仰を踏みにじる者には、けだものの印が額に刻まれていることをよくよく知るがよい。まことの人となれ。人には優しくありなさい。自分には厳しくありなさい。たとえその歩みはのろくとも、一歩一歩前進することの大切さを知りなさい。人間とはその人の持つ志そのものです。書物の中に個人の魂を知り、行動の中に慈悲の悟りを体得しなさい。自分の幸福よりも国の幸福や世界の幸福を願いなさい。決して理想なくして、その人生を無駄に費やしてはなりません。1秒、1分、1時間、1日を大切に大切に生かしきりなさい。長所と交われば、すべての人が自分の師となります。なぜなら、人はすべて神の子だからです。赤心を洗い、激性の人となりなさい。真実一路の人として生きなさい。あなたの夢がどこまでも純粋で無我の中に人生を貫いたとき、誠の人がそこに姿を現すのです。